チャンネルアジアをご覧の皆様こんにちは,にちは著作家の宇山卓栄でございますえー、今回は2023年来年度ですねにいい統一地方選挙にチャレンジ予定をされておられる千田正宏さんにお話をお伺いをいたします千田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします もともと私たちのご縁はですね、まあ、千田会というような形で千田会の講演会に私が招かれておりまして毎年のように千田会で講演会をさせていただいておりますがもともと千田さんはまあ政治を志しておられましてね そしてその私もかつて選挙に出たということもありいろいろ政治や選挙の話で意気投合をした経緯がありましてねそしてその政治の話を中心に選択肢の話をしろということで、まあ、毎年お話をさせていただいておるわけであります。で今回い,ろいろなその所条件が整いまして チャレンジ予定ということで、まあ、挑まれる予定なんですがなぜ、まあ、千田さんがこの区政を挑戦予定ということでされるのかということの抱負とかその政治に対する思いというようなことをまずはお聞かせいただければと思いいまますす、はい、ありがとうごござざ千田でいます。 えー、私はですね、えー、もともと維新政治塾岡山というところで、まあ、平沼武夫先生と片山虎之助先生に、えーまあえー、勉強させていただきましてそこで政治に興味を持って仕事を辞めて平沼先生のもとで、えー、政治をやろうと思って仕事を辞めて岡山に帰っておりました。 で、平沼先生のもとでやろうと思って頑張ってたんですけれども、まあ、結果は出ず落選しまして、まあ、そのまま活動はしておったんですけれども、平沼先生がまあ引退されたということで、私の一旦目標がロストしてしまったので、まあ、改めて再スタートをしようという思いで、どうしようかなって考えたときに、 私はあのそれまでに全国10カ所以上各地に転々と引っ越しをして住んでたんですけれど十、うん、0所ねはい、うん、まあ自衛隊の方ほど多くはないんですけれど転、はいはい、々としてましてその中であの江東区っていうところに住んでた時期が江東区大島に住んでまして、うん、でその後もちょっと清澄という町にご縁があって、うん、まあちょくちょく月に1回ぐらいですかね伺わせていただいててあすごくいい町だなって思ったのが最初の印象で、うん、で あで振り返ってこうゼロからやろうと思った時にあこの町に住んでここからまたやっていきたいなっていうふうに思ったのがきっかけで、まあ、江東区に、えー、引っ越してあの活動を始めてまいりましたでもうあのゼロからのスタートということで今取り組んでおりますので頑張っております、うんうん、もういろいろとあのご活動も開始をされておられると思うんですがあそもそも区政をおチャレンジ予定と。 いうことでありますが、その区政のどこをどう変えたいというような具体的なビジョンなどといったようなものは。はい、終わりですか。はい。まずですね、江東区って、あのお住まいの方は多分よくご存知だと思うんですけど、とてもすごく住みやすい街で、うん、まあ、例えば私が今住んでいる清澄という街は旧深川地域に近くて、まあ歴史もあって、すごく落ち着いた治安のいい街で、うん、もう住んでるだけ、散歩してるだけで、とても楽しい街ですね。うん それからやっぱまあ海の都ではないんですけれども海に囲まれてますの東京湾囲まれてますのでそういう意味で湾岸地域もすごく落ち着いてて楽しい場所ですし、うん、またやっぱ東京都内でもやっぱり環境がいいので住んでこられる方が多くて毎月大体600人前後人口が増えてる町なんですね。ですごく住みやすい町なので、まあ、まずそこが良かったっていうこととただ一方でですねやっぱりその、まあ、防災海の まあ東京湾囲まれてるので防災対策を考えた時にちょっとやっぱり大丈夫かなって思う部分があって海際のこう防御はだいぶよくなってるんですけれど一旦例えば決壊した時に内陸部の方へ行くとハザードマップ見ると全然対応ができてなくて何か有事が起こった時に多分とても大変なことになるのでこれはもう区でやっていくのが一番だと思いました。 まああ日があの西日本の集中豪雨の時、はい、あの時あの岡山の倉敷マビにおりましあ倉敷におりまして、うん、まあびの水害であの時 51名の方がお亡くなりになったんですけれどやっぱりあの時もですね倉敷、まあ、住んでる方は分かると思うんですけど誰もさそんな水害があるなんて思ってもなくて私がそのいやいややっ,やっぱり何かあった時危ないよって話をしてもそんなわけないじゃないかっていう反応がすごく多かったんですけれどやっぱりあの時あの結界が崩れて8ヶ所崩れて。あ もうまあ、映像で覚えてらっしゃる方多いと思うんですけどはい、はい、町そのものが水没してあれ、はい、を見て私翌日にマビに行ったんですけども町に入れなくてちょっと水が引いてからボランティア活動であの入らせていただいて私、まあ、友人知人応援してくださる方の、まあ、お手伝いをさせていただいたんですけれど、うん、やっぱその時に地元の方の話を聞いてて、うん、いややっぱ対策は必要だったっていうような話聞いて。うん やっぱ何かあってからではそういう有事っていうのはやっぱり平時から備えてなきゃいけないっていうのをすごく感じさせられたのでやっぱここ江東区でそういったことがないようにっていうのであの、まあ、防災対策には全面的に取り組んでいきたいなというふうに思ってます。あの今住みやすすいいいいっていうのは、まあ、間違いないんですけれどより 安安心で安全にななるような街づくり<ー>それにぜひ私は取り組んでいきたいなというふうに思っておりますなるほどおまあいい街だからといって必ずしもその防災の点で行き届いているとは限らないと、はい、目に見えないそういうリスクがある限りはそこをしっかりと除去していくことが政治の役割であるとこういうことだろうと思いますね。はいでまあ、そのの政政ととといいいうことではありますがが都政の方もろろ今 <laughs> その小池知事が 太陽光パネルの設置義務化などというな。まあ、私はもう全く賛成できない、愚策だとは思いますが。はい、そういったことを掲げておりますよね。まあ、都政との絡み、その区政との、その関係ということにおいて。その辺のところなどは、千田さんはどう考えておりますか。もう、私も先生と同様でして、もう。太陽光パネル設置義務化大反対でして。うん、まあ、あの、小池都知事の、まあ、都政長く続いてますけれども。最も愚かな政策の一つではないか。 かなというふうふに思っておりますでこれによって誰が得をするのかって考えた時にちょっとまあどういう構造になってるのかはからないんですけど間違いなく我々都民は得をしないことになってますので都民のためそしてまあ我々今私が住んでる江東区区民のためにもこれはやっぱりやるべきではないというふうに思っております、はい、あのソーラーパネルのねその原料といいますかその機械そのものを、はい 中国がかなりになっているんですよね、はい、で中国に儲けさせるということに、まあ、上海電力の件なんかもありましたけれども必然的になってくるんではないかということでが鳴らされておりますよね、はい、その辺のところも考えたらやはりこ,のこういう具策はやるべきではないと思いますしまたその貧富の格差というものをさらに増長するように、はい 私は思うんですよねあの太陽光パネルが設置をしてそれを売電していく売っていくということができる人はいいですけれどもしかし集合住宅に住んでいる人たちなんかはじゃあどうなるんだとその売電をされたその電気をさらに 買っていいかなななければならない、はい、電力が不足する住宅なんかについてはそれを買っていかなければならないということに対してコストが跳ね返ってくるということもあろうかと思うんですよね。はい、そういう意味ではまあ持てるものがますます豊かになるようなそういう制度であったり不公平な制度であったりというところもあろうかと思うんですけれどもね。はい、まああの区政なので直接都政とは関係がないと思いますが。はい 今私から見てて東京都政が小池都政が何も動いてないと、うん、ほとんどその公約も実施できてないような状況の中でね、はいはい、確かに、えー、この流行り病の対応ということで追われている部分もあるかと思うんですがそれにしてもですよこの都政が改革が前に進んでいないということは大問題であろうかと思うんですが、はい、その辺のところを、まあ、区政の観点からは どうその変えていくことができると思われますか、はい、まずですねあのまあ先生最初おっしゃったようにその中国のパネルをまあ結果的に買わざるを得なくなってくるっていうのはやっぱり大問題でして私もですね今年の5月にあのまあウイグルとまあ、南モンゴルの方をあの、えー、イベントやらせていただいてやっぱり現地の方々の声ですよねやっぱりあの まあ太陽光パネルに限らずまあ衣類等も含めてあれを作ることでもうほただ働きのように働かされている方々のことまあ人権を考えるとやっぱり許し難いことですし少なくともどうしても太陽光パネルが必要だっていうならす 最低限中国のパネルを使うべきではないというふうに私は思っておりますしでその後おっしゃったようにその価格が結局我々区、まあ、民国民に跳ね返ってくるというのが現状で最近ですと、まあ、私東京電力を変えてあの年間の電気代のコストとか、まあ、私今昨年のはわからないんですけれど何年か前の電気代のコストとかを見た時に。うん あの電気代が私あまり電気家にいないので使う方ではないんですけどそれでも電気代が2割ぐらい上がってて1年前に比べると。 やっぱりコストで確実に我々国民に負担がかかってきてるしで先生おっしゃるようにその一方でその売る側の富裕層の方々は儲かるだけでっていうことでおっしゃるようにもう二元化が進んでいくだけの政策なので,でそもそも電気ってインフラなのでインフラの部分でそこでその所得の格差で差をつけるべきではないっていうのはそもそも論ですしまあそういったところの配慮が今の都政には全く見受けられないので、うん そういうところこそ、まあ、身近なところの行政である、まあ、区政がやるべきだというふうに私は思ってますので江東区でどういう施策が具体的にできていくかはちょっとわからないですけれどやっぱそういう区民の方々の、まあ、負担になっている部分というのをなんとか是正するような仕組みでの助成というのはやあの取り組んでいきたいなというふうには思っております。うん その通りですねあの都政がずさんであるならばそのずさんさを区政がどう補っていくことができるかというところに、まあ、大きな課題があろうかと思うんですね。でやっぱりり何よりも まず私たちの,この保守の陣営の中からその政治に直接携わっていけるような議員となるようなそういう存在を排出をしていくということが大きな私たちの,この保守活動の力になりうるということで私も千田さんを力強く応援をさせていただきたいというように思います。それでは後半ののの方どうしてこの維新をその選んだのかと いうこと、さらにまたその苦戦にかける思いということも突っ込んで聞いてまいりたいと思います。とりあえず前半はここまでといたします。本日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。<music>